乗車券のほか入場チケットが必要です。今日は今年度のこの動画について話しに来たぜ。さて、どうしてこのような動画を出したかというと、ウプ主がこのようなことを今年するからです。ではどういうことか。それはですね、皆さんがアイランドの20話を待っていて気づいているかもしれませんが、更新がものすごく遅くなります。一時期は1週間に1回アイランドを出していたウプ主がやる気をなくした瞬間。そういうわけで若干勉強に専念させていただきます。まあ、現時点でも20話は最初の小さいあれしかできていないみたいなんで。この物語を待っている人にはとても申し訳ないです。この物語を待っている人なんていないと思う。というわけでよろしくお願いします。しかし、このように真面目で終わるだけではつまらんので、ウプ主の好きな車両ベスト5やります。じゃあ、やっていきましょう。どうせあのウプ主が揉んでます。さて、最後に沼った車両は、学南電車の7000型です。ウプ主によると、その両運転台で1両の可愛い車体がよく、走行音もなかなかいいらしいです。走行音については説明欄に URL を貼っておくので、聞きたい人はそちらもご覧ください。続いて第4位に選ばれた車両は名鉄5300系です。ウプ主によれば、2ドアで転換しにクロスシートが木に入っているらしいです。実写の動画についてはこのチャンネルでたまに映しているので、ぜひご覧ください。さて、第3位に選ばれた車両は、名古屋市交通局の3000型です。ウプ主はその顔といえ、シートといえ、側面といえ、中でもこれが木に入っているらしいです。ウプ主は最近見ていないので、たまにはみに行きたいらしいです。お次は第2位に選ばれた車両です。選ばれたのは、地図鉄線型です。ウプ主はその東急をベースにした顔、車体と車内が気に入っているらしいです。なんか意外ですね。それにしてもあのウプ主に選ばれた線か。さて、いよいよ第1位に発表です。第1位は105系です。すごく意外だという人もいると思いますが、皆さんがそう思うのも無理はないと思います。しかしあのウプ主は、このオリジナルのパンダの顔よりも、こっちの地下鉄の顔の方が手に入っているらしいです。しかし広島では、レッドウィングの投入により、105系は全車廃車解体されるらしいです。記録はお早めに。なんか意外でしたね。それでは、2作をお楽しみに。